マッサージはこの指の指腹、一番肉のついている部分を使ってマッサージをします。そのためには指の関節を柔らかくして、指関節、手関節をうまく使ってマッサージをしていきます。なんでそんな風にしなくてはいけないかというと、お顔というのはこうやって丸くふっくらしているようで、実はこういったところ、内耳であったり、鼻翼孔であったり、異心孔であったりというふうに意外とくぼんでいる部分がたくさんあります。出っ張っているところはいくらでも指を当てれば指の腹、指腹がちゃんと当たってくれるんですが、このくぼんだところにいかに手を入れていくかっていうところが気持ちのいいマッサージにつながります。またお顔というのは平らな平面ではなくて、必ず立体的になっているこの球体でできています。この球体に対して突っ張った指でマッサージをする、指関節使わずに突っ張った指でマッサージをすることで、出っ張っているところには手が当たっても、丸いところからだんだん丸みが落ちてきたところではこのようにして隙間ができてしまいます。この隙間ができるということはイコール、この2番目の指のこの2番目のこの硬いところですね、肉のないゴツゴツしたところが当たってマッサージをしているところにつながりますので、そのためにもこの指関節を柔らかくして常に球面にも対応する、くぼんでいるところにも対応する、この指でマッサージをしていってください。またさらにはよく、タコさんの指とかこんにゃくの手とかっていう風に言うんですが、このデコボコに、実際こういう技法はないんですが、このお顔のデコボコ、常にどこにでも平均的にこの指の腹が当たる、こんな練習をするのも指を柔らかくするマッサージの手を作る練習につながるかなっていう風に思います。3回目からは実際に顔面仕上げに入っていこうと思います。3回目から細かく見ていく顔面仕上げ全体の技術をまずこの2回目の最後に見ていただきたいと思います。温度調節したスチームタオルをお顔にのせます。顎からかけて余った分陣中で折り返したら、まず1回陣中で圧迫、そのままお顔全体にタオルをかけていきます。密着です。内耳を感じたらまぶたを軽く閉じてあげるようにして、そのまま密着していきます。台をいきます。今度は下眼圏です。微量を拭いたらそのまま内耳、上眼圏、鼻側、鼻翼、鼻翼孔、ぐるっと鼻中隔回ったら陣中を拭いて、そのまま拭き下ろして、拭き上げて口角にきちっと指が入ります。異心孔イブ、異心孔イブを拭いたら、まず右の耳から耳の後ろ、襟、首、顎と拭き上がっていきます。同じように左の耳、もみ上げ、耳の後ろ、襟、首、顎、顎の下でタオルを三つ折りにして抜いていきます。もう一本拭きます。じゃあ2本目は何も言わずに拭いていきます。
次に乳液です。まず右の胸部から左の胸部、口の周りです。前額部につけたら微量を右ビハイ、左ビハイ、ジダからジダまで。耳の後ろから襟、首、顎の方向に警察をして、内回しの円でイブ先端に向かっていきます。口角まで行ったら外回しです。指の腹が当たっていること、指先が丸いことをよく確認してみてください。鼻側から頬骨の下を通って前額部です。目の周り、二重顎を上に持ち上げてあげるように、もう一度目の周りから鼻線、鼻翼、もう一回後方0度に戻って、鼻側筋、鼻翼口、人中、鼻振口イブ、鼻振口イブからイブ先端です。コールドガーゼを使って顔を一度引き締め、清潔にします。そして乾燥タオルで拭き取りです。まずお顔全体のクリーム、余分な水分をタオルの両面を使って拭き取ります。お顔全体に風をごく振って、前額部から眉毛、双眼鏡、下眼鏡、鼻翼、同じように左側も眉毛、上眼鏡、鼻翼、口角まで行ったら、リブ先端の押さえてきて、そのまま警察に入ります。反対側も同じように。そしてリブ先端、もみ上がっていって口の周りです。横、口角、鼻振口、でパウダーに行きます。パウダーはお顔表面にパウダーを伸ばしてあげるという感覚で、マッサージというよりは顔全体にパウダーをつけていってあげてください。同じく耳の後ろから、そして内回しで顔全体に上がったら外回しです。ここまではクリームマッサージと一緒です。目の周りに行ったら、ここから顔全体を警察して、最後はこのジジュのところを圧迫します。そしてこのお顔についたパウダーを拭き取るというよりは払ってあげるようなイメージで
断面仕上げが終了します。細かい要所要所の注意事項に関してはまた改めて3回目からの顔面仕上げのコーナーでお話をさせていただきます。では第3回をお楽しみにしていてください。